今日は12月の21日の木曜日です。テニスボールを描きます。テニスボールの丸い部分を描いていきましょう。丸く輪郭を取っておきましょう。中にちょっと模様のようなものが入っていますので、その模様を描いてみました。デッサンができましたので、テニスボールの彩色に入ります。テニスボールのところを今彩色しています。テニスボールに模様のようなものが入っていますので、薄い黄土色のような感じの模様が入っていますので、それを今彩色しています。ボールの影が下に映っていますので、それを今彩色しています。影の部分をちょっと作ってみましょう。これでテニスボールの絵が仕上がりました。